森町地域おこし協力隊オクロック熊本歌劇団の白石風花と長原桃です。今日は鶴公民館さんにやってきました。それでは行きましょう。 ゴー、 ゴー、はい、今日はオクロックのお二人が来ていただけるということで皆さん楽しみに待っておりました。はい、いつもですね、この鶴の方々がここに集まって、100歳体操とかですね、介護予防の自主的な活動をされてまして、まあ、そこのですね、カラオケも今日は用意してですね待ってました。はい、お時間が許せばカラオケもよろしくお願いします。はい、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本歌劇団の白石風花です。よろしくお願いします。皆さんとカラオケするのとかお話しするのとっても楽しみにしてきたのでよろしくお願いします。お話ししましょう。おはようございます。おはようございます。オクロック熊本歌劇団の長原桃と申します。私は歌うことがすごく大好きなので今日はカラオケと聞いてめちゃめちゃとても楽しみにしてきました。ぜひたくさん歌ってたくさんお話できればいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。今村君恵と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は後藤です。78歳になりました。そこに来て54人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は鶴美智子と申します。今日は若い方が来ていただいてそのパワーをまたいただいて少しでも若くなりたいと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私は鶴俊子です。年を言うとびっくりしなきゃもういません94歳です。よろしくお願いします。今村敦子です。歌を楽しみに今日は来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。慌てて作ったのでよくはできませんけど田舎ながらの手作りと蒸しパンとゼリーといきなりだごと果物です。それと赤飯です。赤飯も朝バタバタ作ったので、ね、あんまり上手にはできてませんけどよかったらどうぞ食べてください。私はこれです。これしかできません。あんこがあんまり落ちて、ちょっと女子ちゃん、やけうちまじゃごらんばって。まあ食べてください。甘い人が好きな人はいいです。ただのおにぎりです。しそをですね、家のつけたり。そうなんですか。梅しそ、さっき。これは大根を干して漬物にしたものです。食べようよ。美味しそう。ありがとう。食べながら言ってる。私ちゃんはこの混ぜご飯とキウイですとこれもらい物の果物です。最高。混ぜご飯からいただきます。美味しいですか？混ぜご飯めちゃめちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。味がめちゃめちゃ染み込んでて柔らかくてごぼうの風味が最高です。ちょっと食べてみます。はい、いっぱい食べてからどれがいい？食べます。どれもみんな上手ですね。美味しい。朝即席で作ったとは思えない。本当に味が取った絹塚中と、感想は一口ずつ言わないと。おー、どうですか？はい、具を混ぜて、うちまだちっちゃいって入るでしょ。具を混ぜたいと思います。あ、混ぜたい。味をちょっと、味ちょっとつけて。あ、おいしい。酢とちょっとつけて。すごいしっかり味が。味が。甘い甘い。一人で散歩してた時に、
そってなんか音が聞こえて、でも山なんですよ隣が、だからそんなわけないよねと思って見たら鹿がいて、
ね、本日は、オクロックの2人、この鶴公民館に来ていただいて、すごい、プロの歌を聴かせていただいて感動しました。ふるさと、こんなに上手なふるさとを聞いたこと初めて聞きました。はい、感動いたしました。ありがとうございました。また機会があれば鶴の公民館にまた遊びに来ていただければ幸いです。お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。BBC